下田市内と熱型山の山頂を結ぶ下田ロープウェイで設備の安全点検と非常時を想定した緊急脱出訓練が行われましたこれは利用客が増える年末年始を前に安全な運行を保つため毎年この時期に行われています点検では係員がゴンドラの上でワイヤーや滑車に異常がないかなどを入念に点検していきました

年末年始は通常通り運行する予定ですが新型コロナウイルスの影響で初日の出に合わせた特別運行は中止にするということです。